ウェッジのシャフトについて実験をしていこうと思います。ずっとスピン量この距離で変わらないね。ざっくりにめっぽう強い。はい、日本シャフト YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。こんにちは。日本シャフトの栗原一郎です。金本です。よろしくお願いします。お願いします。さあ、金本さん、はい、このチャンネルではですね、普段皆様が疑問に思ってる課題だったりシャフトのお悩みだったりっていうのを、実際に今日はインドアですけど、インドアでデータを取ったりゴルフ場でプレーをしながら、皆さんの疑問を僕ら2人で実験をして解決していこうと。やっと、はい、指導いたします。自分で試すのには、はい、なかなかハードル高いから。そうですね。なんかしたい時にこれ見たら分かるように、はい、僕たちでやっていく。はい。という番組が、いよいよスタートいたしますと。はい。じゃあガンガンやるよ。はい。お願いします。で、今日は何やるの？はい、まず今日はですね、ウェッジのシャフトについて、実験をしていこうと思います。日本シャフト、ウェッジ専用というとこの NS プロモーダスウェッジっていうのがあるんですけど、ウェッジ専用だけではなくて、例えばアイアン用のウェッジのサイズ、これをウェッジに入れられる方もいらっしゃいますし、実際お店でもそうやって販売されていることがほとんどで、ウェッジ専用がもともと装着されているクラブって市販ではほとんどないっていう状態なんですね。なので、じゃあなんでウェッジ専用っていうシャフトが存在するのかだったり、じゃあウェッジ専用に変えるとどういう効果があるの、とか、あとはよく言われるアイアンシャフトに対してウェッジのシャフトはワンフレックス落とした方がいいよとか、重くした方がいいよとかっていう言われるのを、果たして実際にそうなのか、自分が本当にウェッジのシャフト何がいいのかが、これ見てて分かるようになると、なります。はい、それを今回やっていこうと思います。じゃあウェッジのシャフトいっぱい打てばいいんだね。そうです。はい、はい、よろしくお願いします。はい、はい、最初は何から？このモーダスウェッジ3種類、はい、これを打っていただいて、これをまあ基準というか、はい、これに対して例えばアイアンでいうとモーダスの105だったり、システム3ツアー125とかいろいろありますので、データが変わるのか変わらなかったらどういう選び方をしたらいいのか、っていうのをお伝えしていければなと。じゃあまず基本的にこのモーダスウェッジを打ったことない人もいるから、はい、これがじゃあどんなシャフトかか。そうですね、それからだよね。まず、はい、それをお伝えしながらデータを取っていこうと。クリちゃん、これモーダスウェッジってもうできてどのぐらい？モーダスウェッジは2015年に発売されてるんですけど、実はその前に NS プロ WV っていう、これも同じくウェッジ専用で、これ2008年からやってます。で、7年経ってで、モーダスウェッジという形に進化をさせたんですけど、何を変えたかっていうと熱処理の部分を変えて、要は金属素材の硬さですね、このしなるしならないの硬さというよりはこの素材そのものの硬さをコントロールする熱処理っていうのを行って、少し打感をマイルドにするような工夫をしています。これ普通の、はい、例えば普通のモーダスのシリーズのシャフトとウェッジ専用のシャフトのちょっと違いって、はい、スピンが増えるようになってるとか、球の高さが多くなるようになってるとか、そういう違いって設計上で作ったりはしてるんですか？基本的にはですね、一言で言うと、先の硬さを少し落としてる。落としてるっていうのは、マイルドに剛性を落としてます。柔らかいっていう意味で？柔らかくですね、してます。っていうのも、アイアンと比べると、ウェッジってこうヘッドスピード自体落ちるじゃないですか。どうしても、コントロール。フルショットって言っても、力感としては落ちてくるので、シャフトが十分しなってこない。で、インパクトでボールにアタックする、この強さ自体も弱くなる。で、その弱い状態でアイアン用のモーダスを使うと、先が硬すぎてハーフショット以下の振り幅で打った時に思ったよりボールスピードが出ちゃうんですよね。で、アイアンとかドライバーって初速が出た方が有利なんですけど、アプローチで初速出るって怖いじゃないですか、それを、吸収してあげられる分だけこの先端剛性を少し柔らかくしてあげてる。じゃあどっちかっていうと、はい、こういう40ヤードとか50ヤードとかを打っていった時に、球が強く出すぎないようにしてるのがウェッジ用のシャフト。そうです。
でそうすることによってもちろん打感がマイルドになる、うん、いわゆるそのフェース面の乗り感が強くなるっていうところで、うん、要はこのヘッドの挙動がこういう強い目のダウンブローから少しこう拾い上げてくれるような挙動になってくれるので、うん、いわゆるこう刺さるような動きを防いでくれるっていうのと、うん、フェース面とボールとの接地時間が長くなるので、うん、結果としてスピンも安定しやすい。昔、はい、PGA の選手たちの使用率がすごく、まあ、今でも高いけど、うんうんうん、ウェッジのシャフト高いじゃないですか、はい、その時に理由を聞いたら、はい、例えばそのミドルレンジ30とか50とかの時にスピンの変化が少ないから使われているっていう話をよく聞いてたんだけど、今打ってると変わんないんだよね、あんまりね。あの安定して飛んでくれるんですよ。で、うん、あっちの選手ってスピンコントロールも当然めちゃくちゃうまいじゃないですか、はい、ボールスピードのコントロールもしたいんですよね。要はゆっくり飛ばしてあげたいっていうのがやりやすいっていうので、うん、非常に使用率が高いと。これ105から3種類、はいはい、あるじゃないですか、はい、重量が変わると特性って変わっていくのかな。変わらない。あ、基本一緒、はい、同じ特性で重量違いで。自分がこのモーダスウェッジを選ぶときだったら、はい、使ってるアイアンに対して何グラム使おうと。あ、本当だ、変わらないでしょ使ってるアイアンシャフトの重量に合わせて、うん、例えば 90g 台 100g 台のアイアン使ってれば、うん、モーダスウェッジの105とかっていう風に、うん、もう自動的に選んでいただけるようにはなってます。でもこうやって話しながらずっとポコ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 打ってるだけでもずっとスピン量この距離で変わらないね。そうなんですよ。これが、うん、特に USPGA ツアーで使用率が高い理由で、うん、ただね、こういう例えば下がコンクリートで、うん、人工芝でちょっとアメリカに近いというか下硬いじゃないですか、はい、アメリカのコースって、うん、なのでモーダスウェッジを入れた時のそのヘッドの抜け感というか、うん、抜けの良さっていうのはすごく実感しやすいと思うんですけど、うん、あのよく日本の芝はボールが浮くって言われるじゃないですか、うん、なので抜けが良すぎてしまうように感じる方も多いみたいです。例えばそのボール弾道に対して、はい、コミットしようと思うと、うん、先がそうやって柔らかい方が打ちやすいよとかってなるじゃない、うんうん、でもじゃあ自分が振りやすいか振りにくいかでいくと、はい、いやそっちは振りにくいよっていう人がいたりするのも事実。そうですね。ただそれってあの、うん、抜けが良すぎてっていうのも、うん、ある意味デメリットなんですけど、ただ抜け感を求めて必要以上にローバウンスのウェッジ使ってる方って結構多くて、うん、それをあのバウンス角を増やすことができるので、うん、ウェッジの機能としてはよりなんていうんですか、優しい方向に向かいやすい。あ、メリットも要は飛ばない方向に動いていく、はい、そうですね、はい、で特にそのフェアウェイからはバウンスが気になるからローバウンスの使ってるけど、うん、じゃあそれ実際バンカーショットで使おうと思ったらめちゃくちゃ難しいウェッジになっちゃうっていうところを、フェアウェイから抜けがいいんであれば少しバンカーショットのことを考えてバウンスを増やしてあげようかっていうことができるようになるので、うん、そういう意味でもこのモーダスウェッジっていうのは非常に助けになってくれるかなと思います。じゃあ動き的にはこうやって少し、うん、上から入っていっても、はい、シャフトの先端が少しこうやってボールを拾う動きをしていって、うんうん、シャローな入り方になって、はい、ずっとフェースに乗る感じに、はい、これはもっと短い距離とかでも一緒だよね。一緒です、ね、ずっとこうやって打っててもね。今そのアスリートとか、うん、トッププレイヤー目線のフィードバックの話をずっとしてたんですけど、うん、アマチュア目線で言うと、うん、ざっくりにめっぽう強いこれはあの今ぐらいの距離を、はい、こういかないってこと。いかないです。本当ちょっとあ滑るわ、うん、今ねわざとこうイメージ的に言うと開いて、はい、こうやってやってちょっとどもる感じで上からドンって入れてあげようとしたら、うんうん、勝手にドンっていったところからシャフトがね前に動いた、うん、そのままずってこうやって下に動くんじゃなくてここから今みたいにこうやって前にギュッていく先端の動きは明らかにある。それが気持ちいいか
どうか。そう、ウェッジって短くなればなる分だけ、そのどうしてもフィーリング勝負っていうところも出てくるので、例えばインパクトでこう地面に当たった時の感触だったりとか、ボールに当たった時に出る音だったりとかっていうのはすごく大事で、使い慣れた道具から変えるのって実は一番難しいんですよね。パターもそうなんですけど、多分14本の中で一番難しいんじゃないかなっていうぐらい変えるのが難しいクラブだと思うので、そこは単純にシャフトを変えるだけではやっぱり違和感が生じる場合もありますよっていうのをきちんと理解した上でトライしてもらえるときっといい結果になる、導いてくれるかなというふうに思います。でもシャフトがそういうふうな動き方をすると、ミドルレンジの距離もそうだし、例えばある程度しっかり打っていった時もキャリーの距離がある程度適正でずっと落ち着いてくるようにはなりやすいんだろうね。なります、はい、これが今1250で一番軽いやつ105。本当だ、重量変えても全然一緒。自分こうやってポコポコ打っててすごく気になるのは、30、40、50、60ぐらいでスピン量の変化が少ない。あ、そうですね、例えば、60ヤード打って6000で、じゃあ40ヤード打ったら急に4000とか3000に落ちちゃうじゃなくて、だいたいその辺の距離でもちゃんと5000以上のスピン量がずっと入ってる感じ、だから距離が落ちてもスピードを上げなくてもしっかりスピンが入るっていうのはすごく今回よくわかる。特にあの PGA とかそういうトップツアー行くと何ヤードを打っても同じ止まり方してくれないと困るっていうんですよ。あ、じゃあある程度振った時に戻って、はい、振らないと止まらないのはダメなんだ。ダメなんですよ、それをやるのは自分自身だから、シャフトだったりクラブでそれをやられちゃうと困るっていう考え方なので、短く打っても何千回転、でフルショットしても何千回転っていう、常にこう同じように止まってくれないと困るっていう、なるほどね。そう、これがモーダスウェッジの基本的なご紹介。そしたらじゃあ例えば、アイアンのシャフトで105だったり、115だったり、125っていうちょっと剛性分布的にはこれと違うものを使ってる人でも、全然これは使ってもらって OK ってことなんですか。そうですね、よくフロー合わせた方がいいんじゃないのっていうふうにご質問とかもいただくんですけど、じゃあアイアンセットとウェッジとセットで流してる方ってほとんどいないじゃないですか。ウェッジは単品で入れてます、メーカーは同じかもしれないけど、ウェッジはウェッジとして開発されたものを使っているので、シャフトは無理に揃える必要ないですよっていうのが基本的なご案内の仕方ですね。あとはそのアプローチの考え方で、じゃあウェッジ専用のままでいいですよとか、そういう場合だったらアイアン用の流れで組んでいってあげた方がいいんじゃないですかっていうふうにご案内することあります。そこは自分がどういうふうに使うかとか何求めるかでしっかりイメージ変えてあげればいいんだね。そうですね、いや、よくわかりました。はい、やっくりちゃんもよくわかった。今回特によかったです。整理して言うと、モーダスウェッジ、ウェッジ専用のこのシャフトに関しては、まず先端が比較的柔らかいですよと、じゃあその柔らかいのは、ある程度ボールの前後でちゃんとシャドウにヘッドが動いていってボールを拾ってスピンを安定させるための動きですよと。そうです、はい、で、あともう一つ言うと、3種類重量帯が違っても基本性能とスピン量とか、球弾道に関してのアプローチは何も変わってない。変わらないです、はい、それだけ分かっただけで十分だよ ね、 なんかね。そうですねで、あとそう大事なことも言うと、逆に、剛性分布が違うものでもウェッジ専用としてこれ使っちゃって全然平気っていうことですね。全く問題ないですね、はい、分かりました、はい。例えばドライバーだったりとかって、リシャフトはしたことないけどカスタムでその純正以外のシャフト使ったことあるよっていう方いらっしゃると思うんですけど、なかなかウェッジってこうシャフト交換まで考えられたことない方って多いと思うんですね。意外と純正でも入ってないし、ね、そうですね、なんですけど、もう本当に1本から変えられるっていう意味ではドライバーとほとんど変わらないで変えていただくことができるので、まずリシャフトの初めの一歩として、ウェッジシャフトのリシャフトっていうのを考えてみていただいてもいいかなと思います。はい、はい。